試合終了直後のスタジアムスタジオから試合の振り返りやスタジアム周辺の交通情報などさまざまな情報をお届けするアントラーズリポートプラス、本日はアシスタント MC の鈴木桃子と奥野亮介です。はい、この2人でお送りしていきたいと思います。さてその前に、この度発生した台風18号などによる大雨で被災された方々並びに関係の方々には心よりお見舞い申し上げます。また被災された地域の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。私の方からも心よりお見舞い申し上げます、はい、さあということで、はい、奥野さん本日は、2人でお送りしていくんですが、はい、今日の試合いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、多少今放送が始まったってことで緊張感も高いんですけれども、はい、非常に緊張しいられた試合になりましたね。まあ、というのもまあ、なかなかうまい具合に鹿島のペースが握れずに、はい、握れないまま膠着した段階で、うん、まあ、ガンバ大阪の個人技に失点を喫したと、はい、まあ、そういうところで先手先手を取られて、うん、結局は29分と39分ですかね。はい、そうですね、29分39分に宇佐美選手のゴールで、はい、0-2 で前半を折り返してしまったと、非常に劣勢な立場に立った中でまた後半、まあ、後半は本当にアントラーズらしい怒涛の攻撃を見せてくれたわけですけれども、はい、そうですね、なかなか得点に結びつかず、うん、しかしながら、はい、交代で入ったルーキーの鈴木優真選手がゴールを決めたと、はい、そして一矢報いたところで試合が終わってしまったなと、まあ、そういう意味ではあと、まあ、5分あったらなんとか同点に追いつけたんじゃないかな、うん、そして10分あったら逆転と、まあ、そういう感じはしましたね、うん、はい、そうですね、はい、さあではこの後はですねより詳しく、はい、ゲスト解説の奥野亮介さんと一緒に、試合を振り返りたいと思います。はい、さて、お願いします。はい、お願いいたします。その前にスタジアムからのおかえり早道マップと CM です。渋滞しにくい推奨ルートのご案内をいたします。まず東京成田方面への推奨ルートです。A、B 駐車場をご利用の方は国道51号線を左折し明石交差点を右折、鹿島高専をクラブハウス方面に直進します。鹿島アントラーズクラブハウスそば青を交差点を右折し十二神交差点を左折、続いて泉川東交差点を右折、セブンイレブンのある交差点を左折します。ワニ川橋交差点を右折すると潮来インターチェンジに到着します。 C 駐車場をご利用の方は C 駐車場南側出口を右折、潮来インターチェンジ方面に進みます。鹿島泉保育園そばの交差点を右折し、次にセブンイレブンのある交差点を左折します。続いてチェリオジャスコそばの交差点を右折、国道124号線を進みます。堀割川交差点を右折し、ワニ川橋交差点を右折すると潮来インターチェンジに到着します。続いて水戸土浦方面への推奨ルートです。スタジアム北交差点を左折しますと案内表示がありますので誘導に従いお進みください。また水戸方面だけでなく土浦方面への迂回もできますので、できるだけこちらのルートをご利用ください。
さあ、それではここからはゲスト解説の奥野さんとともに試合を振り返りたいと思います。はい、はい、というわけでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、奥野さん、先ほども少し触れていただいたんですけれども、はい、今日の試合の流れ、いかがでしたでしょうか。また改めて、はい、そうですね、うん、今日の試合の流れは流れなかったと。まあ、くくるとアントラーズにとっていい流れにはなかなか流れてこなかったなっていうのが大まかな流れですね。そうですね、そういう流れでした。そういう流れです。はい、で、後半、ゴールを見事決めてくださった、はい、鈴木優磨選手なんですけれども、鈴木優磨選手っていうのは、どういう選手なんでしょうか。さあねえ、僕も解説しながら、はい、彼がもう少し小さな年代の時はよく知ってるんですけれども、はい、ちょうどユースで活躍してる頃なんかは僕はアントラーズから離れてたんで、はい、そこまで見れてないんですよね。うん、ですが今日見たらあんなに たくましく大きくなっててね。うん、やっぱりその小さかった時から、そう、子供扱いして失礼なんですけれども本当に はい、そういう印象ですよね。うん、でね、昔の面影を残しながらも、はい、やはりアントラーズ期待の新人として、うん、そうですよね、まあ、今日は見事な活躍でしたね。はい、ですから彼が今日左側からのクロスボールでね、はい、2度チャンスあって2度目に決めたんですよね。うん、そうですね、その1度目のチャンスの時に練習不足だってね、言ったじゃないですか。言ってました ね、はい、あれももう少し回数をこなすっていうかね、うん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 、繰り返せばゴールに決まるんじゃないかなっていう話をした ところ、はい、たった2度目のそうシーンでゴールに決められたと、はい、ね、もう本当将来の可能性を感じるとともに、はい、まあ、これからアントラーズをまた背負って立つ人材が一つ結果を残したなっていう印象ですね。うん、そうですよね、これからの活躍に本当にこう期待が高まるというか ね、楽しみですね。はい、はい、やっぱりその鈴木優磨選手、他にも活躍された選手たくさんいると思うんですけれども、はい、奥野さん的に今日の、MVP の選手は、もう何度も今繰り返してる優磨選手ですね。はい、鈴木優磨選手、はい、フルネームで言うと SUZUKI YUMA ね、そういう名前ですね。なぜ今アルファベットでフルネーム言ったのかちょっとわからないですが、あまり繰り返しもしつこいかなと思ってね、はい、少し言い換えてみましたけれども、本日の MVP は、はい、鈴木優磨選手、はい、やっぱりその、まあ、今よりも、もっともっとその小さかった時から見ていたっていうことなんですけど、その時の印象とやっぱり今回の今日の試合との印象だとやっぱりガラッと、そうですね、うん、本当にこう目が力強さがあってね、はい、あとやんちゃなイメージがあって、うん、そういうところがこう落ち着きを得て、また結果をユースで残しながら、はい、今チャンスをまたもぎ取ってピッチに立って結果を出す、うん、これがね簡単なようで本当に結果なんて出せないんですよね。だから彼の日々の努力の積み重ねがコツコツとしたものが今日そういう形のいい形のご褒美としてね、まあ、現れたんじゃないかなと思います。はい、で今日そのデビューということだったんですけど、今後次回から次節、もしその試合出るってなった時にはどういったところをこう期待していきたいでしょうか。そうですね、今日のように夢中になってできるっていうのが一番彼にとって経験値が上がることだと思うんですよね。はい、ですからもうとにかく毎日のトレーニングから、まあ、精一杯次のチャンスをいただけるまでやり、はい、続けると、もう続けることが一番肝心になってきますね。そうですね、はい、思います。でその、まはい、アントラーズももちろん、懸命戦ったんですけれども、相手チームそうですね、手強かったと思うんですが、その相手チームの具体的にどういうところが手強かったでしょうか。ね、なんか解説者みたいな感じで僕も困ってるんですけどね今日は今日解説者です、はい、今日は一ファンとしてちょっと見てるようなイメージでね、ーぼーっと見てたんですけれども、はい、前半上から見てたらリプレイがなかなか見れなかったんで、ね、まあそうですね、はい、難しかったんですけれども、まあ相手の良かった点っていうのは、はい、まあ、前線に素晴らしい選手がパトリックっていう選手がいて、まあ本当隙がないんですよね、硬いチームで、はい、そういった中で彼を起点にした時にチャンスが生まれると、そしてそれをまた生かすような個人技で打開する選手もいると、まあ今日2点取った宇佐美選手なんかは、もうあそこでボールをああいう風な形で持たれると、まあね、見事に決められてしまうっていうことが多いですね。今日
公式記録もあるんですけれども、はい、2本シュート打って2点取ってるわけですね。そうなんですよね。ですから反対に一方、うん、こちらのチームでいうと、はい、前半なんか特に金崎選手なんかが、はい、非常にチャンス持ってましたよね。そうですね。彼の積極的な動きっていうのがチャンスを作って、うんうんうん、チームに躍動感を与えた、はい、まあ、そこで残念ながらあのミドルシュートも相手に決まってこちらにはなかなか決まらなかった、うん、まあ、相手の守備陣の寄せも含めてキーパー非常に良かったですよね、ディフェンスが、はい、まあ、そういった印象でしたね。うん、私から見てもその宇佐美選手とパトリック選手、ええ、本当に手強いなと思って。そうなんですよね。だから本当そこが抜け目なかったっていうのが今日彼らはアウェーで、はい、本当に固い戦い方の中に大胆さを発揮したんじゃないかなと思いますね。そうですね。まあ、今回こういう結果、悔しい結果になってしまったんですけども、ね、悔しくってね、はい、放送が難しいんですよね。本当にこう次回今後、うん、もうアントラーズはどのようにこう対処していけばいいでしょうか。はい、まあ、この長いシーズンの中また石井監督に変わってから、はい、初めて今回敗戦を経験したわけですよね。うん、でもこの全ての経験っていうものは必ず次に生かされる、まあ、今日選手たち上がってくる様子を見たときに、はい、もう本当に悔しさをにじませてましたよね。そうですね、伝わってきました。そう、はい、だからもうあの悔しさっていうものが今週また1週間のいい準備につながりますし、はい、次節のヴァンフォーレ甲府に向かっていく、うん、まあ、いいきっかけにはなったんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、その1週間後ヴァ、うん、ンフォーレ甲府の戦い方っていうのはもうどういった戦い方をそうですね、しますか。まあ、今日はホームゲームでああいった戦い方、うん、相手が固いまままあ、得点相手が上げた後堅い守りを見せてきましたけれども、ヴァンフォーレ自体がどちらかというと堅い守りから今日のまあガンバのようにわずかなチャンスを狙ってくるチームですから、まあ今日本当予行練習した部分はあると思うんですよね。それを今度はアウェーの向こうの相手のホームでね、こちらがそういった戦いを強いられると。ですから今回以上に今度はまた積極性を増してアントラーズが攻撃に行くと、まあ、大胆な攻撃を見せてもらいたいですね。うん、そうですね。はい、もちろん次節も、大いに頑張っていただきたいんですけれども、はい、もうサポーターの方はきっと、うん、もう今か今かと思っている方もきっといらっしゃると思うんですけれども、その次のホーム戦、浦和レッズ戦、そうですね、あると思うんですけれども、小野さん、どういう戦いを期待しますか。そうですね、もう自然とその環境っていうのが整うわけですよね。うんうん、また今日の試合も本当に多くのサポーターの皆さんがお越しいただきましたけれども、はい、浦和レッズ戦も同様で、もう環境はすでに整うわけですよね、うん、どんな状況であれ、はい、あとは選手たちがそこに入っていって自分の持てる最高の力を発揮する、それだけになってきますね。はい、ですから非常に盛り上がった上で、はい、まあ、アントラーズが、誰がいいですかね。誰がいいですか。ん、まあ、曽我畑選手以外の人が点を取って、はい、まあ、アントラーズが、まあ、リードを広げながら勝っていくと、はい、うん、まあ、そういうことに期待したいですね。そうですね、はいはい、ますます期待したいと思います。もう私も今日試合を見ながらこう握りしめすぎて、こう米にシワが残っちゃって、もうやっと消えてきたんですけどもうギューッと握りしめてしまいましたので、はい、ね、本当に今日は本当力の入った試合でしたね。はい、というわけで、はい、ここまで時間で、奥野さんとともに試合の振り返りをお送りいたしました。はい、奥野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、CM の後はプレゼントのお知らせです。Thank you.
さあここで素敵なプレゼントのお知らせです。今回はですね、ゲスト解説でお越しいただいている奥野亮介さんのサイン入りアントラーズオリジナルタオルマフラーを1名様にプレゼントいたします。こちらですね、いばきら TV 公式サイト視聴者プレゼントのコーナーからご応募いただけるんですが、本日のプレゼントキーワードはこちらです。プレゼントキーワード、本日の MVP に輝いた、鈴木優馬選手、鈴木優馬と、記入してプレゼントにご応募ください。皆様からのご応募をお待ちしております。本日のキーワードは鈴木優馬です。はい、さあというわけで、そろそろエンディングのお時間となります。はい、奥野さん、改めてなんですけれども、はい、次節、9月19日1週間後ですね、はい、ヴァンフォーレ甲府戦ですが、奥野さんはどのようなプレーを選手に期待するしますか。まあ今日は残念ながら選手との掛け合いを皆さんにお伝えすることができなくて、はい、そこが一番残念でしたけれども、はい、次節はヴァンフォーレ戦はもちろん勝って、その後の次もまたレッズ戦勝って、はい、選手とともに、はい、この番組からお伝えできるようにね、はい、やっていきたいし、ね、また応援してます、はい、はい、ありがとうございます。次節はですね、9月19日ヴァンフォーレ甲府戦となります。山梨中銀スタジアムで、行われる アウェーゲームとなります。そして次回のアントラーズリポートプラスは9月26日浦和レッズ戦後の、スタジアムスタジオよりお送りいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。